クルブシャン・カルバンダーは、インドのヒンディー語映画、パンジャーブ語映画で活動する俳優。1974年に、サイ・パランジパー・イーの、ジャギュカ・シャンクで映画デビューする。代表的な作品として、マヘイシュバットの、アース・イーク・チャダ・ー・マイリー・エス・ワイ・ディーパメータのエレメント3部作がある。カルバンダーは、大学時代の友人と共に、劇団、アビアンを結成し、 1964年にジョイ・マイケルが結成したデリーの劇団ヤートリクに参加した。彼は劇団所属の俳優として収入を得るようになるが数年後にヤートリクは解散してしまう。1974年にコルカダに移住しシャマナンド・ジャランの劇団に参加した。同劇団で活動した後にムンバイに移住して映画俳優の道に進む。 1975年にシャーム・ベネガルのネシャントに出演し、立て続けにマン・サン、ブーメカ、ジュノーン、カルグに起用された。1977年にビーブ・イカラントのゴットフリに出演してからはパラレル映画の常連俳優になった。1980年に ラメーシュシッピーのシャーンデ・シャカール役を演じたことで知名度を上げ、ガイアル、ジョージ・タウォー・ヒシュカンダー、グープとザ・ヒドゥントルース、デザート・ホース、イエス・ボス、レフュージーなどの主流映画に出演するようになった。その一方、チャクラ、アースなどの芸術映画への出演も続け、1984年にはブッダデーブ・ダース・グプタのヒンディー語映画デビュー作、アンディ・ガリに出演した。 パンジャーブ語映画にも出演しており、代表作には、チャンパルデシー、マホールトゥックハイがある。ありがとうございます。